こんにちは、手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万場由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。テレビアニメに登場するガンダムがデザインされたマンホールが大津市の渚公園に設置されました。マンホールはバンダイナムコグループから寄贈されたもので、大津市内のホテルでは佐藤健二市長らが出席してお披露目会が行われました。渚公園内に設置されたマンホールのデザインはガンダムと江戸時代からの名産品として知られる大津絵を一つに描いたもの、そして琵琶湖と色鮮やかな花火を背景に水中で活躍したズゴックの姿が描かれた2種類です。市は今後ガンダムがデザインされたマンホールカードをおよそ2000枚作成して下水道への関心を高めてもらいたいとしています。琵琶湖の夏の夜空を彩る琵琶湖大花火大会が今月8日、4年ぶりに大津市の琵琶湖岸一帯で開かれ、見物人らがおよそ1万発の花火に酔いしれました。琵琶湖大花火大会は毎年県内外から30万人以上の見物人が訪れる県内でも最大規模の花火大会です。しかしコロナ禍のため中止が続き、4年ぶりに復活しました。今年のテーマは夏のシガリズム復活の琵琶湖大花火大会。花火を通して琵琶湖をはじめとした自然や歴史、文化と歩みを揃え、ゆっくり丁寧に暮らしてきた滋賀の時間の流れを体感する新たな旅、滋賀リズムを表現したということです。なお、実行委員会の発表によりますと、今年は台風の影響などもあり、例年より5万人ほど少ないおよそ30万人が見物に訪れたということです。滋賀県と中国湖南省の友好提携40周年を記念し、三日月知事が湖南省を訪ねました。1937年から1945年まで続いた日本と中国の全面的な戦争、日中戦争の終戦から間もなく78年。今月2日、降りしきる雨の中、湖南省西部にある開化市市港で、平和記念式典が開かれました。市港は日本がポツダム宣言を受け入れた後、日中戦争に終わりを告げるため、準備会議が行われた場所です。三日月知事は通訳含めおよそ12分間言葉を紡ぎました。湖南省開化市長も平和記念交流が中国と日本の平和と友好の新たな原動力になると信じると誓いを新たにしました。これまで60万人以上の小学5年生を乗せてきた琵琶湖の学習船海の子が就航40周年を迎え、今月11日記念の式典が開かれました。大津港で40周年を記念した式典が開かれ、大杉澄子副知事や福永忠勝県教育長ら県の関係者のほか、
小学5年の時に海の子に乗り、今は小学校の先生として教え子たちと一緒に乗船したという人も参加し、同じ経験ができる嬉しさなどを話しました。さらに県外の人たちにも海の子や琵琶湖の魅力を知ってもらいたいと、関西の親子を対象とした就航が企画され、およそ100人が日帰りで海の子の航海に出発していきました。守山市では水田をコートにしてバレーボール大会が開かれ、参加者たちが泥だらけになりながら白熱した試合を繰り広げました。守山市内の旧港田で行われたこのイベントは、守山市在住や在勤在学の若い世代で構成する守山青年団が町を盛り上げたいと2006年に始めたものです。16回目の開催となる今年は、大人から子どもまで20チームが参加しました。参加者たちは果敢に泥へ飛び込み、水しぶきを上げながら懸命にボールをつないでいました。決勝は接戦となり、小学校時代のバレーボール仲間で結成したという湖南地域のチームが見事なチームワークを見せ、優勝をつかみ取りました。滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。滋賀県立聴覚障害者センターでは、耳が聞こえにくくなった、どのくらいの聴力か知りたいなどの悩みをお持ちの方のために聞こえの相談を実施しています。9月の相談日は9月9日土曜日、会場は滋賀県立聴覚障害者センターです。時間は朝10時から夕方4時、相談は1人1時間相談は無料ですが、事前に予約が必要です。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。続いてのお知らせです。滋賀県立聴覚障害者センターでは、電話リレーサービス普及啓発員を設置しています。電話リレーサービスに関して手話や筆談で相談できます。相談日は毎週水曜日、金曜日、時間は朝10時から昼3時、相談は無料ですが、事前に予約が必要です。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回9月8日金曜日夕方6時にお会いしましょう。